エントリーナンバー15、滋賀県から出場、いろは。売れたらつく新聞記者にパパラッチ、どんだけ売れてもひくみやにスクラッチ。自らサイファーを主催し、日夜ヒップホップに明け暮れるラップ小僧は、地元シーンではすでに名を馳せる存在。滋賀のヤンガンがヒップホップドリームをつかみ取る。